55歳女性のおでこにできた視線増殖症。視線増殖症は、皮脂腺が増殖して盛り上がったもの。悪性ではないが、美容の観点から気にする場合がある。大きさは3から8ミリメートルで、中央に穴があり、柔らかく、白っぽいか黄色味がかっている。手のひら、足の裏を除いて全身に生じる、可能性があるが、顔、胸、背中、 腕によく見られる。高齢者の顔にできやすく、新生児にもよく見られる。薬では、シクロスポリンの服用による長期の免疫抑制に関連して治療終了後に数ヶ月症状が出ることもあり、同じく免疫抑制作用のあるタクロリムスでも症例が報告されている。中年で色白の人が太陽光にさらされていると形成され、安い。ニキビでは、 通常中心は盛り上がっており、視線増殖症では、凹んでいて、痛みがない。危険細胞癌との鑑別が困難な場合、細胞を採取し、検査を行う。良性であり、治療は不要だが、見た目は悪く美容蒸気にする場合がある。再発する傾向にあり、切除などを行った場合には反根を残すリスクがある。液体窒素による凍結療法。 電気焼却やレーザーによる切除を行うことができるが、こうした切除では、瘢痕のリスクがあり、凍結療法では、肌が変色することもある。また、ケミカルピーリングでは、アフターケアを怠ると、視線増殖症を悪化させる可能性もある。内服のイソトレチノインは症状を小さくするため、ニキビに使うより低容量で使用されるが、再起形成があるため最も重度の場合にのみ、 考慮される。概要のトレチノインが使われるが、塗布をやめると再発することがある。レチノイドやアゼライン酸は新たな症状を起こすことを防ぎ、完全に視線増殖症を除去することはできないかもしれないが、すでにある症状を小さくする可能性がある。ありがとうございます。